はい、皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本編は後編ですね。前回説明しきれなかったシャークスライダーなどのアプリを使った操作と、まあマニュアルで操作するのとあんま変わんないんですけどね。それと縦位置で使った時の注意点とかセッティング方法とか、その点についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。こういうタブレットもしくはスマートフォンを用意してください。まずですね、 iFootage モコっていうアプリをダウンロードしてください。はい、そうするとこの iFootage のアプリが起動します。で、シャークスライダーなのかシャークスライダーミニかどっちあなた使うのっていうことを聞かれます。まあ今はシャークスライダーナノを使っているので、シャークスライダーナノでコネクト、そうすると Bluetooth で、検知してくれます。これ早いんだよね、検知がね。で、これでスイッチポーンと押して、今、まあ、こういう状態ですよと。なんかソフトウェアのアップデートとかある場合はここでアップデートが始まりますので、アップデート、電波環境のないところでアップデートするとかやるとちょっとめんどくさいですから、気をつけてください。で、これ NEXT。 はい、で、これいるのかなって思うんですけど、スマートフォン使いますか、それとも、カメラを使うんですかって聞かれます。で、ここはカメラを使うで OK です。そうすると、まあ、こういう画面になります。ここでやっと操作ができます。例えばこの左側のスライドってボタンを押してみましょうか。そうするとこう遠隔操作ができます。はい、でパンも同じですね。基本的な使い方はこう、ま、こっちのマニュアルでやるのとほとんど変わんないです。 A 点と B 点を、決めるときはこのマニュアルセットキーってやつを押します。はい、そうすると A 点と B 点決めてねって入ります。ここで、スマホアプリで操作するのかなと思いきや、ここはやっぱり手動でこうやって決めます。 A 点で A を押す、 B 点にして B を押す、あと A 点と B 点決めたらこの、まあ、タイム何秒かけていきますかっていうこととか、あとディレイってのがですね、押してからこっちで行けってやってから何秒置いてから動きますよっていう、要はそのブレ防止のためのやつですね。はい、がここのディレイになります。で、これレディーって押すと、はい、動きました。で、アプリもスタートになりました。こっちで押してもいいし、こっちのアプリでスタートしてもいいです。これでスタートってやると、はい、動画撮影がスタートしましたって感じですね。で、まあアプリだと何ていうか、こうライブ配信の時に遠隔操作しながら撮影したりとか、あとちょっと離れたところからやれたりとかっていうことが多いね。動画撮影の方が使うこと多いのかなと思います。で、ここの左側に i っていうのがあります。 i を押すとこういう画面に切り替わります。で、ここでその右上のスライドパンって、これ多分モーター強度コントローラーのそのセンシティビティなんですけど、まあ、ここはあんまりいじる必要はないですかね。はい、で、注目したのはこっちの左上のところです。スライドとパンでなんかこういう斜め上の右上のやつがありますけど、これこうやってタップするとこういう風に湾曲します。これイージングってやつですね。例えばこれ今だとスライドは最初早く動いて途中ゆっくり動いて後半また早く動きますよっていう動き、で、これ反対にすると、最初ゆっくり行って早く中間動いてまたゆっくりですよ。このイージングはよく使います。私そのブレ防止のためにもね、はい、よく使います。で、パンも同じくできます。ここの部分をタップしてこう動かすだけなんですけどね、こういう風に動かすだけなんですけど、はい、こういう風にできます。こういう風にやるとさっきの動きがイージング、ちょっと緩急つけた動きになるってことですね。最初早く動いてどうでしょうか。最初ゆっくり動いて早く動いて、あんまり差が分かんないですね、こう見るとね。タイムラプスだと差出るのかな、うん、という感じで、とりあえずこれでイージングをかけることができます。で、このまま、アプリでタイムラプスにする場合は上にビデオってありますね。これをタップするとタイムラプスって出てきますから、はい、これで
これでさっきと同じように設定をすることができます。まあもう A 点と B 点は設定してるんで、インターバルは今度はバルブモードオフでいきましょうか。こっちのカメラ側でシャッタースピードを1秒に設定してます。はい、シャッタースピード1秒に設定しました。で、バッファは、まあ、富士フィルムなんで4秒持ちますか、3秒ぐらい持った方がいいよってことですね。で、インターバル4秒。で、アウトプットタイム、とりあえず今も1秒でいきます。はい。フレームレート、ディレイ、今3秒、試しにやってみましょうか。3秒間を置いて動き出しますよってことですね。で、イージングが、今気づきました。イージングが、タイムラプスでかけられないんだね。動画だけなんですね。なるほど。これ、前回の動画でも言ったキーフレームもそうですけど、タイムラプスでもイージングかけれるようにしてください。スムースって機能だったりしますけどね、他社だと。なるほど。はい。で、まあ、これ、プレビューってやれば、そのタイムラプススタートする前に、どういう動きなのかっていうのを、こう、確認できます。はい。動きを確認することができます。まあ、これで OK だなってなれば、EXIT、レディーをしましょう。それで、スタートって押すと、タイムラプス撮影がスタートします。バッファー3秒置いたからね。バッファーじゃないか、ディレイ3秒置いたからね。はい、こういう感じで撮影がスタートしますよと。いう感じです。だから基本的にはアプリとこうマニュアルでやるのって、本当に遠隔操作するかしないかぐらいで、全然やれること変わんないんですよ。動画撮影の時にイージングかけれるかかけれないかぐらいの時ですね。だけなので、まあ、基本的にはこのアプリでやるってことはあんまりないかなと思います。まあ欲を言えば、このアプリの中で、なんかカメラと例えば Bluetooth 接続して、その映像がこっちで監視できたりとかしたらいいんですけど、今のところはできないですという感じですね。はい。ということで、使い方は一応以上になります。で、まあ、最後にその撮影のコツとして、まあ、タイムラプスをやる時の注意点なんですけど、例えばね、初心者あるあるなのが、こっちにやって、ここから B 点まで動かして、このぐらい首振ってほしいみたいなセッティングする人が初心者の場合あります。私がやった。そうするとこれね、コツとしてはレールモーションは大きくいっていいけど、パンはあんまり動かない方がいいです。ほどほどにしといてください。じゃないと、レールモーションよりもパンモーションの方が動きが多くて、レールモーションの効果がね、全く得られなくなるんですよ。だから、レールは大きく動かして、パンはほどほどにっていうセッティングを心がけるようにするといいと思います。はい、それではですね、あとは電源オフするときは、こう長押しすれば電源がオフになります。で、電源オフして動かすときとか構図変えるときは必ずここをロックしてから動かすようにしてください。はい、で、あとはまあ縦位置に接続するときですけども、縦位置に接続するときもやっぱり C スターと Q1 があると便利で、今この下についてるプレートを動かしましょうか。このままでこうひねってちょっと緩めます。それから C スターと Q1 のプレートを緩めて、そうするとこれが外れますから。で、縦に動かすときもこう下につけてね、このままガチンといくと楽ちんです。これキュルキュル回すの結構大変なんですよね。それから、まあ、ここでこう自由運台とかつけてね、こうやって縦構図にして、こうやってカメラをつけてもいいんですけど、ちょっとね、やっぱ電源オンするまでちょっと不安定なんですよ。で、ここでこのロックを解除するとガクーンって動くんで、ちょっと不安定なんですよね。まあバランス取れてる前にこうやって動かなくなるんですけど、ちょっと不安定なので、電源をオンしてからこうカメラをつけるようにした方がいいと思います。一応別売りでこういう L 字プレートありますんで、まあこれもね、こうやって C スターズ Q1 つけておけば設置は楽ちんで、この L 字プレートにカメラをつけて、っていうふうにやれば、一応その設置は楽ちんです。まあ、この辺、こういうふうにした方が、その、
変にガクンって動くこともないので、まあ、安定はするんでね。でこれであとは操作は同じで電源をオンすれば、はい、こうやって縦で動きます。というわけで、シャークスライダーナノのチュートリアル以上になります。この動画を見てですね、ああそうやって使うものなんだ、面白そうじゃんって思っていただけたら嬉しいですし、この機材を買った人はですね、この動画を参考にですね、使い方を学んでいただければと思います。まあすごく使いやすいスライダーなんでね、いろいろまだファームアップで改善要求をしたいところではあるんですけど、すごく使いやすいスライダーなんで、皆様の撮影の手助けになれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。